ブリザード軍団はそこの炎で焼かれておしまい。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んーで、で今回は戦闘のね、マークが出とるけん戦闘なんかな、まあ。アユナ、あんた、ガロンと何を話していたんだい？あいつ、あんたに何か余計なことを言ったんじゃないだろうね。まあいいさ、今はそれどころじゃないみたいだしね。どうやらまたしても、ここに魔物の軍勢迫ってきてるらしいのさ。とにかく今は敵を追い払っちまおう。さあアユナ、戦いの準備はいいかい？ほい。やっぱりあの腕だけじゃ、溶岩魔人は倒しきれてなかったみたいだね。まあそうよね。あれは何？溶岩魔人の腕ってことなの？溶岩魔人を完全に倒す兵器を新しく発明しなきゃダメってわけだ。そのためにはあの場所に行ってみるしか手はないか。またか。で、それはやってくるの者どもをぶっ倒してからの話だ。行くよ、アユナ。また。ほい、竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。ってことで、お。またしてもブリザード軍団。さあ、ブリザード軍団はそこの炎で焼かれておしまい。めっちゃ吹っ飛ばされよるけど。そうそう、吹っ飛ばされて、そこで焼かれるんだよ。へいへいへい。っていう悪魔のようなことを言っているけれども、私。あ、そうだ。武器を、光の剣に変えておこう。ここでじっと待って、アイテムだけ回収していくやつ。よし。でもさすがにメタルハンターは自分でやらねば。おぉ。ちょっと範囲広いって。回転切りの範囲広いって。あ、おっしゃー。すげえな、みんな。ね、4人で一丸となって。あ、なんか落ちてんじゃん。イェーイ。あ、メタ、メタ。またメタルハンター集団。無駄だよ。あ、キラーマシ、うわ。見てなかった、そっちを。拠点に行こうとしても無駄だからね。跳ね返されるから。うー、ちょっと待って。それ危ないやつ。はっ。おー。ちょい待って。さあ、どうしよう。私は、魔法の大砲を。あ、でもな、こっから使っても。一応設置しておいて。はっ。どや。はっ。これは効いているのだろうか。ほい。接近戦こっちの方がいいかな。はっ。うわぁ。遠くにしか効果なかった。なんだてめえふざけんなよってきたね。黙っておけば調子に乗り上がってって感じ。やばいやばい。さっきから後ろでちょろちょろしてるのは知ってんだよ。って言いそうな感じやった。お、魔物の軍団を倒した。イェーイ。ま、うわぁ、ちょっと待って。あ、私の大砲が。私の大砲を回収させておくれまし、おくれまし、おくんなまし。これで、まあ、とりあえず、このあたりかな。設置しておいて、これ、この木邪魔だな。で、このあたりから、こう。なんかさらに奥に行ってない？あ、当たった当たった。イェーイ。あ、危ねえ。こっちにまで攻撃の手が。見えます？皆様。うおー。やべえやべえ。でもあっち見えるようにしたら主人公が見えないっていうね。え、もしや仲間はみんな。あ、横からでも撃てるじゃん。もしや仲間みんな全滅しました？なんかブリザードがこっちに向かってきているような気がするんだけども、気のせいかな。はっはっはっは。ね、なんか知らんけどさ、ブリザード普通にやっつけれるようになってない？あの特別な弾を使わずとも。あの辺にさ、なんかめっちゃアイテム落ちとるよね。おぉ。超回収したい衝動に駆られているけれども。めっちゃなんか規則的な。もう一発ぐらいいけるかと思ったけど、やっぱ無理だった。タイミング的に撃って、向こうが投げてきて、撃ってっていうのがちょうど。ね、さっきから仲間誰もおらんよね。確実にやられてますよね。これさ、こうやって撃って、向こうが攻撃してくるまでの間に、
こう近づいといて、おい。お、今の当たってないじゃん、私に。イエーイ。あ、でも結局あれか。遅いんだよね、走るのは。ダッシュ。ダッシュとかできないもんすか。ん?てか向こうのさ、あの腕の直接攻撃さ、めっちゃ弱くない?この氷の塊に当たったら結構ダメージ受けるの。でも、なんか近づいた時に投げ払われるじゃん、シャッて。その時のダメージ5ぐらいじゃない?ね、調子ぼかったよね、今。近づいてバシバシやってもいけそうな気が。いけそうな気がするー。へい。お、ん?まだ?お、行ったじゃん。すべてのモンスターを倒した。待って、これ回収させてよ。バトルコンプリートはいいんだけどさ。旅の扉緑を手に入れた。やった!旅の扉。三つ目。回収できてないよね、さっきの。へい、一応倒したよ。倒した、倒した。そして、こっちじゃねえわ。こっちだわ。私の、ほらほらほら。ほらほらほら。お、アイテムはきっちり取る。そしてほら。ここにポツンと置き去りにされた大砲。これを回収しておいて。さあ、帰るかね。なんかたまにこの辺でさ、仲間が登れずに、パシーンパシーンってやられるのを見かけることが多い。ジャンプすればいいんだよ、みんな。へい、ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。次回何するんやろ。え、でもなんかまたあの場所に行くって言ったよね。あの場所に行って何か兵器を思いつくのか。